両捜査官、そのことを証明するためにも、カルマ検事の証言を聞きたいのだが。ああ、どういうことだい？先ほど、君はこう言ったはずだ。事件が発覚する前、カーネージー大使を呼ぶために、カルマ検事はこの部屋へ立ち入った。だからこそ、真犯人は彼女である、と。ああ、確かに言ったぜ。では、彼女にも話を聞くのが筋というものだろう。ああ、犯人が素直に本当のことを話すと思うのかい？何ですって？何度も言うように、私が犯人だという証拠は何もない。ミツルギレイジ、あなたも私を疑っているというの？いや。だが、この部屋に入ったという事実は無視できない。君の行動、証言してもらおう。メイ、私にもまだ情報が足りていない。だからこそ、君の証言が重要になるのだ。わかったわ。それで、私は何を証言すればいいのかしら。そうだな。事件が起きるまで。君がこの部屋に来た時のことを証言してもらいたい。そうだな。あんたの言う通りにしてみようか。だが、その証言に意味がないようだったら、即刻、姉さんをしょっぴくぜ。望むところだ。アレバストでの行動。すでに話した通り、アレバストの警備をしていたわ。殿様とやらが執務室へ行くのを見届けた後は、一度ローズガーデンに戻り、警備の状況を確認。準備が整ったから執務室へカーネージー大使を呼びに行ったわ。メイ、これだけは先に確認しておきたいのだが、君がカーネージー大使の執務室へ行ったのは、事件発覚までの間は、その時だけなのだな。もちろんよ。なるほど。とにかく、この状況を打破するためには、メイの証言を詳しく聞くしかないようだ。追及開始、アレバストでの行動。すでに話した通り、アレバストの警備をしていたわ。揺さぶります。君の仕事は密輸犯罪の究明だったはずだが。ええ、その通りよ。だけど、ヤタガラスから予告状が来たという情報を聞いて、カーネージー大使に大使館の警備を申し出たの。あの7年前の事件、あなたは忘れたというの？むー。メイにとってあの事件は苦い思い出だろう。私とて忘れることなどできはしない。どうやら忘れてはないようね。もちろんだ。ヤダガラスに対する警備システムや逃走に使われそうな場所を入念に確認していたわ。その後は、殿様とやらが執務室へ行くのを見届けた後は揺さぶります。ということは、君も劇場にいたということか？
ええ、君も。ということはあなたもあのショーを見ていたの？うむ、メイも劇場にいたのか。ふん、ショーが終わった後は一度ローズガーデンに戻り、警備の状況を確認、揺さぶります。なぜ演説の準備状況まで君が確認する必要があるのだ？もちろん警備のためよ。ヤダガラスがどこから侵入するかわからないでしょ？うむ、そうだな。だけど実際はローズガーデンに現れた実体のない影で、だけど。ふん、まさか影を利用するなんて。ぐっ、落ち着くのだカルマ検事。トリックに引っかかったことを根に持っているようだな。ふう、とにかくローズガーデンには誰もいなかったわ。だけどそろそろ解除の時間ということは知っていたし、準備が整ったから執務室でカーネージ大使を呼びに行ったわ。揺さぶります。その時はまだ仮面マスク2世の死体はなかったのだろうか。そうね、カーネージ大使は部屋にいたし、さすがにあんな巨体見逃すはずがないわ。むー、はあ、犯人であれば何とでも言い逃れしようとする。その発言本当なのかい？ふん、証明が必要であればいくらでもできるわ。な、さっきも言ったわよね、私が執務室へ行った時カーネージー大使は部屋にいた。窓辺に置いてあるプランターに水をやっていたわ。間違いありません。確かにカルマ検事とはその時この部屋でお話ししました。くっ、仕方ね、その発言は証言として聞いておくぜ。カーネージー大使は部屋にいたか。その時カーネージー大使は窓辺の花に水をまいていた。揺さぶります。カルマ検事、確認しておきたいのだが、なぜカーネージー大使が窓辺で水をまいていると分かったのだ？どういうことかしら。この部屋の入り口はこちら、そして窓は正反対の位置にある。ドアから入った場合カーネージー大使の背中が壁となり、彼が窓辺で何をしているかなど見えないのではないか。確かにそうね、カーネージー大使が動かない壁であれば。だけど、ん？私がこの部屋にノックをして入った時、彼は振り向き、その手に水差しを持っていた。だからプランターに水をあげていたと思うのは当然でしょ？むう、その後その花についての話もカーネージー大使としたわ。彼が自分で手入れをして大事に育てているってね。この部屋の植物どれをとっても私の子供のようなものです。窓辺の時計草も大きな花を咲かせていたわ。4つとも見事な咲きっぷりだったわね。4つ？ 4 つだったっけこれ。カルマ検事、今何と言った？時計草が大きな花を咲かせていたと言ったわ。
それがどうかしたのかしら。どういうことだ。なぜそのようなことが。その発言、証言に加えてもらおう。わかったわ。時計草の大きな花が4つ、見事に咲いていたわ。揺さぶります。もう一度確認したい。時計草の花は4つ咲いていたのか。ええ、あの目立つ花を数え間違えることはないわ。この証言、何を意味するのか。今は突き進むしかない。次元後、大改造が入れ替わっていた。それであればメイの目撃した事件前のこの部屋に重要な意味があるはずだ。では送ってきます。変なとこあったよね。整ったから開始。金地大使は水をあげていた。時計草の大きな花が4つ、見事に咲いていたわ。ここで突きつけます。時計草、大きな花が2つ咲いている。これはおかしいね。突きつけます。メイ、君の証言、なぜかこの証拠品と食い違っている。そのようね。はあ、やっぱりな。姉さん、あんたの発言信用できねえな。三剣さん、カルマさん追い詰めちゃってどうするんですか。そうっすよ。このままじゃカルマケンジがしょっぴかれちまうっす。わひ、私は見たまんまのことを言ったまで。何一つ間違ったことは証言していないわ。だけど私としても疑問がある。花の数、それが重要だというの。少なくともこの不可解な事件での矛盾だ。無関係ということはないだろう。ああ、それじゃあ聞かせてもらおうじゃねえか。それが一体何を証明するって言うんだい。それはそこのプランターを調べてみるべきだろう。なぜこのような矛盾が起きたのか。必ずそこには意味があるはずだ。私が大事に育てた花ですからな。あまり乱暴に扱わないでいただきたい。ふ、了解した。怪しい場所は隅々まで調べるとしよう。おかしくない？ここ。調べる。む、これは何かが引き抜かれた跡のようだが。は、ケンジさん、どうしたんだい？いきなり黙っちまって。あんたの証明、まだ俺には届いてないぜ。ロー捜査官、花は静かに鑑賞するものだ。ち、引き抜かれた跡は2つか。なんで抜いたんだ。まあ、花を調べます。このプランターの花、時計草といったか。ツル性の植物だな。地中に絡まってよく成長しているようだ。うん、だがどこからどう見ても花は2つしか咲いてない。なあ、姉さんよ。言い逃れしようとして失敗したようだな。く、三剣レイジ。さっさとこの男を黙らせなさい。
たまには助けてとか言うと可愛いけども。む、彼を黙らせるとなると相応の物証が必要だろう。私の答えを示そう。証拠品を見せる。見せるものなどない。ここは見せよう。証拠品を見せる。ふう、そうするとしよう。なんだと？この状況でそんな大口叩けるとはな。だがその大口最後まで叩けると思うんじゃねえ。ふん、狼のようによく吠える口だ。吠える前にこの証拠品を見てもらおう。時計層が示すこの証拠品の真実の姿をな。選択をします。ここでさっきもらったかんざし、螺旋模様が入っているかんざし、先端が 土で汚れている。土で汚れているなら支柱なんじゃない。突きつけます。バブル側にいたシエナが持っていたこのかんざし、それと同じものがこのプランターに刺さっている。つまりこれはかんざしではなく時計層の支柱だったのだ。はあ、それがどうしたっていうんだ。それがそんなに重要なことだというのかい。もちろんだ。もう一つの密輸品が見つかったという点ではな。なんだと？本来ならばアレバストにあるはずのこの支柱、それがババル側にいたはずのシーナの手元にあった。ナイフや大改造と同じ密輸品であることは間違いない。く、うん、それじゃあ今度こそその移動が行われた理由証明してもらおうか。なぜ支柱はババルに渡ったのか、そこに必ず何かの理由があるはずだ。そうか、わかったぞ。ロー捜査官、この支柱の形状をよく見てもらいたい。ああ、ただの棒じゃねえか。ふ、その通り。だがこの形状が重要なのだ。それはこの部屋のあるものを使うことで意味を成してくる。棒状の支柱と一緒に使うことで意味を成してくるものとは。選択をします。棒状だとさ、これだよね。棒ガン、これを突きつけます。それはボウガンじゃねえか。は、まさか。そう、このかんざし、いや支柱の形状、どう見ても矢ではないか。うおー、つながった。二つの部屋を結ぶか細い糸が、だがこの糸を渡るにはこれだけでは足りない。この矢を使いどのように大改造を移動させたのか、そしてこの支柱を矢として扱うことができた人物は、そのすべてのつながりを証明する必要がある。ケンジさんよ、分かってんだろ。ボウガンの矢に大改造をくくりつけたりなんかしたら飛ぶわけがねえんだ。国境を越えた狂気2。ゾウにヤタガラスの衣装を着せてアレバストまで移動させた。ここからボウガンで発射してもゾウをくくりつけたら届くわけね。言っておくが大改造に羽は生えてなかったぜ。
あんたはもっと現実的な男だと思ったがな。大改造に羽は生えていないか。ふ、当然だ。なんだ、安心したぜ。あんた、そのことに気づいていないのかと思ったからよ。まさか。羽が必要なのは、君の思考の方だな。何？想像力を働かせてみたまえ。空を飛ぶ鳥のようにな。大改造は空を飛んだ。羽などなくともな。この不可思議を可能にする方法を証明してみせよう。追求開始。国境を越えた狂気2。ゾウにヤタガラスの意志を着せてアレバストまで移動させた。揺さぶります。その様子を偶然撮影したのがこの写真だ。はあ、とんでもない話だよな。この写真を撮ったってのはフリーのカメラマンだろ。うむ、そう聞いているが。カメラマンの中には鉄天使まがいのやつもよくいるぜ。幽霊やら巨大生物やらの写真を雑誌に売り込む輩がな。うむ、私もそういう写真を何度も法廷で見てきた。ヒョッシーとかね。しかし、それが真実を写していることもあるのだよ。君も法廷に立てばわかるだろう。ああ、そんなものを本気で扱っているのか？やっぱり、法廷ってのはおかしなところだぜ。その写真だって、どう考えてもおかしいぜ。ここからボウガンで発射しても像をくくりつけたら届くわけね。揺さぶります。ボウガンの矢は届く。それは間違いないと思われるが。矢だけ届いても意味がねえだろう、ケンジさん。届けたいものはなんだ。もっとでっけえもんだろうが。いや、そうでもないのだ。はあ？今必要なのは理論の積み上げではなく理論の飛翔。運んだのは像そのものではなくボウガンで運べる重さの何か。そしてそれが像の移動を可能にする。そうじゃないならボウガンで何を発射したってんだ。揺さぶります。ボウガンで発射したもの、その答えをお見せしよう。おうおう、見せてみなよ。しょっぱい答えだったら承知しねえぜ。アレバースの執務室からボウガンで発射されたものはこれだ。ここであれだよね、あれが出るんだよ。これだ、ワイヤー。ここで出るんだね。突きつけます。ようやくようやくここまでたどり着いた。ボウガンで運ばれたもの、それはこれだったのだ。はあ、見えてきたぜ、ケンジさんよ。俺にもはっきりとな。ワイヤーを結んだ矢がマニーの執務室に突き刺さるところがな。ボウガンはアレバスト大使館の5階から放たれ、ババル大使館の3階に突き刺さった。確かにあんたの言った方法なら、アレバーストの大改造を移動することはできるだろうさ。
5階から3階に重力に任せて移動させればいい。だがババルの大改造はどうなんだ？その写真の影はババルから飛んできてるんだぜ。重力に逆らってババル大使館の3階からアルバサ大使館の5階へどうやって密輸されたんだ？ついに見えた。この仕掛けを成立させた歯車が。ロー捜査官、この仕掛けの運動、それを想像してもらえば話は早い。運動？大改造はこの運動によって密輸されたのだ。選択します。円運動、振り子運動、バネの運動。選ぶのは円運動、これを選択します。それは円運動だ。大改造は2つ同時に運ばれた。同時だと？バカな、途中でぶつかるだろうが。ワイヤーは1本とは限らないだろう。矢にワイヤーの両端をつければいい。それで2本のレールは完成する。老子曰く、理を断りをもってことをなせば万事に意義はあらず。高低差を利用して運んだなら上の荷物の方が重くなきゃいけねえ。2つの像が同じ重さなら途中で止まっちまうぜ。ロー捜査官、大改造はもともと一つしかない国宝なのだ。ババルの大改造は中が空洞のレプリカだった。当然その重さは本物よりも軽い。つまり円運動は成立する。老子曰く多くない？あおー特に言ってなかった。老子はおそらくこういうことだったのだ。真犯人はカズラと示し合わせ、それぞれの部屋に待機。真犯人がボウガンで2つの部屋に橋渡しを行い、それぞれ布などをかぶせて像を移動させた。像の交換が終われば、あとはもう一発矢を放ってババルでワイヤーをまとめればいい。そしてカズラが時計の中にワイヤーを隠して終わりだ。はあ、はっはっはっは、ギャオギャオって。これで分かったでしょ、ロー捜査官。私が犯人ではないと。気が早いぜ姉さん、まだデザートが残ってるんだ。なあ、ケンジさん。照明か。そうだ。どうなんだい？今の王子掛けが本当にあったと証明できるのか？もしできないなら、国に帰った時のいい土産話にさせてもらうぜ。確かに、証明できなければ、ただの仮説に過ぎない。だが今の仮説に出てきていない最後の仕掛けに証拠が残っている。あー、じゃあ仕上げをお願いするぜ。あんたの言った仮説を真実に変える証拠を見せてみな。2本のワイヤーを使った円運動、それを可能にする仕掛け。
それはこの執務室の中にある。円運動を可能にした仕掛けは、仕掛けがあると選択をします。天井のこのファンね、これを突きつけます。はあ、これまたでっけえもんを出してきたな。最後の仕掛け、滑車ね。そうだ、お互いの部屋にあったファン、これこそが二つの部屋を結んだ糸の滑車になっていたのだ。ルオーン。狐でも呼ぶのかと思った。ルルルルルって。とうとう渡り切ったぞ、難攻不落の国境を。くー、たまんねえな、ケンジさんよ。もう分かってんだろ、この舞台を作った大道具さんが誰なのか。この大掛かりな舞台を作った人物は、アレバスとババル両執務室にファンが存在することを知っている必要がある。しかも時計その支柱を矢として扱えたとなれば、この事件の真犯人は。どうした、お預け食うの、食わすのはなしだぜ。何をじけついてるの、いつるぎれいじ。突きつけてやればいいのよ、いつものように。一つボタンをかけ違えると国際問題になるのだが、しかし今さら止まることはできない、ただ走るのみだ。真犯人が誰なのか、それはこの証拠品が示している。証拠品で示すのか。では選択をします。時計層、これを突きつけます。この仕掛けはボウガンがなくては成立しない。そしてこのボウガンの矢はこの部屋のプランターに刺さっていた。すでに地中に巻きつくくらい育っている時計草だ。今日来たばかりのカルマケンジにはこの矢に気づくことはできない。さらに執務室の天井にはファンがついているなど、大使館の構造に詳しい必要もある。そう、この計画を立てることができるのはこのプランターを大切に管理していたという人物。カーネージー・オンレッド、貴様だ。